ランサーに払ってる報酬に大体平均 40% とか 50% とか載せてるんですよね、はい、高すぎると思ってて、はい、価格破壊を起こしたろうと思って今やってます。そこに対して手数料安かったら本人たちによりお金が落ちるし、人数が多ければマニアックな要望に応えれるじゃないですか、はい、で M&A 領域に強いなんかマーケターありますかとか、あ聞きましょうか、はい、いたらすごいですね。めったにいなくて、 いないし、はい、いたえ、マジですか。まあ、久美さんがやってる中で、まあ、デジパラっていうあのフリーランスと企業 のマッチングのサービスを、やってらっしゃるってところ で、そうですね、このデジパラを始めたきっかけっていうのはどういうきっかけだったんですか。前任者がこれやりたいって言ってきたから、はい、市場性調べたら伸びそうだから OK したっていう、はい、だから僕に情熱も何もないとこからスタートなんですけどでも今大フリーランス自体が、訪れていて、来てますよ、ね、いっぱいやってますよね、はいはい、奥さんも一緒にやってるしね、はい、めちゃくちゃ、あのもうフリーランスの数が増えてます。一方正社員採用はむちゃくちゃ激化、してるっていうところなので、そんな正社員採用にこだわらずにフリーランスを取るっていう選択肢取ったら、正社員だと半年1年採用にかかるところが、もうフリーランスだともう数日ぐらい見つかってすぐ働けますよ、まあ、48時間以内とかに見つかったりとかして、はい、まあ、すぐ働けますね、はいはい、っていうところだったんですね、はい、なので改めてちょっと、デジパラのここがすごいっていうところをちょっと聞いていけたらと思うんですけれども、はい、まあ、そもそも、はい、僕引き継いだこの1月なんですよ前、はい、あの F 君うちにいた時の、はい、彼がやってたんですけど、はい、まあ、低迷してまして、引き継いだ時に月に30から40ぐらい新規案件来るけど、はい、新規案件来たものに対して当てれないんですよ、人がいなくて、はい、これはダメじゃんと思って、はい、まあ、共存で取引してるそれこそスキー機、マイナビのスキー機とか富業クラウドとかはじめとして数社、はい、DB 連携しようよって話をして、はい、15万人の DB 連携に15万ものに変えたんです、はい、で変えて今営業が一番多くて、いわゆる営業が2万5千人ぐらいいて、はい、デジマー3000人ぐらいしかいなくて、はい、営業事務とかも1万人とかいて、エンジニアも4千人いて、はい、デザイナーも4千人いるっていう DB に変わって、はい、で変わった時に俺は ずっと横から見てて思ったのが、例えば、上場してる S 社とか、I 社とか、まあ、いろいろ、はい、M 社とかいろいろありますけど、はいはい、ランサーに払ってる報酬に大体平均 40% とか 50% とか載せてるんですよ、はい、高すぎると思ってて、はい、俺はもう 20% でいいと思う、はい、でしかも DB 連携してるとこは 20% を 10% 10% でいいじゃん、はい、っていうのでもう価格破壊を起こしたろうと思って今やってます、はい、ちょうど受け取った時75件ぐらいのクライアントだったのが今倍ぐらいになってて、はい、へえ、うん、でまあもうぶっちゃけ2000円の事務員で50時間やったら10万じゃないですか、はい、10万だったら手数料 20% だったら2万なんですけど、はい、まあ、例えば最低料金設定するとかいうような会社もいっぱいあると思うんですけども、それもええわっていうので2万円で全部受けてます。 そしたらもうクライアントからしたらどんなとこも人いっぱいいて安くで提供できたら OK よねって言って、そのこの間あのゾホの構築ができて、かつ、はい、上流の PM ができる人とかややこしい依頼とかもすぐにバッて何人も出てきて、はい、で決まったりとか、そういうなんかこうなかなかいない転職市場にいない人でちょっと欲しい人みたいなのを取れるってことに気づいたらバーッと広がってくるかなっていうのって今仕掛けているって感じですね。めちゃくちゃいいですね、うん、じゃあ、もう DB 連携していて数が凄まじいんで、とにかくこういう人いないみたいなところの相談があれば、そうなんです、やるよみたいな形で返ってくるみたいな、はい、でしかも手数料も、業界最安で、そうです、もうホームページも公開されてますね、はいはい、めちゃくちゃいいですね。そうです。で、前言ってた、クライアントには、はい、AI エージェントっていうのを提供してて、はいはい、ひとすら AI 化進んでますね。これを例えば何々 Amazon 運用とか SEO とか入れて、で例えばこんな人いないみたいなのをここで打てばいいんですね。あ、そう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 、はい、で1人以上導入しているところにこれ提供し始めてるんですけど、はいはい、ちなみにこれあれ M&A 領域に強いなんかマーケターいますかとか、あ聞きましょうか、はいはい、めっちゃニッチなやつなんですけど、 M&A、 いやでもねこれいない可能性もあり、はい、そうです、これ全員入れてるんじゃなくて、はい、今稼働が空いてて、あなるほど、かつすぐにマッチもできるっていう、はいはいはい、強い、え、強い、あ、じゃあ強いマーケター、マーケター今いたらすごいですね。めったにいなくて、いや、いないし、はい、いた、え、マジですか。いた ID ナンバー120万って1マッチの90%、どんどん出てきますね。いいっしょ、おもろいです、いいっしょ、まあ、まあ悪くないですよね。いいっすね、クリックして相談できるみたいな、これすぐ帰ってくるのっていいっすね。最高でしょ、天才っすね、はい、いいの作っちゃいました。
不在庫です。これをクライアントに渡してます。だ人数増えてくるんでどんどん。はいはい。ではこれは、なんか探してみたいっていうのは、鈴木さんに問い合わせればこれが返ってくるみたいな。今はこれ お金かかるじゃないですか GPT って。だから今取引してるところしか今出してないんですよ。はい、はい、それをもうちょっと広げようかなみたいなのを今考えてますね。いやめちゃくちゃいいですね。使いたいですよね。確かに。ただばらまいてしまったらただコストだけかかるんで、はいはいはい、GPT さん、はい、ということで取引あるところだけ入れてたら、その担当者が次また人が欲しいときにこれ入れたら楽じゃないですか。位置付けなくていいから、はい、で待たなくていいし、はい、でこの人って ID ナンバーあるからこの人でお願いしますって言えばいい。はいはい。いや双方ハッピーですよね。そう、それをやりたかったんです。でめちゃくちゃイメージ湧いたんですけれども、なんか、まあ、デジプラ使ってる会社さんのなんか支援事例でなんかいくつかよろしければぜひご紹介いただきたいと思います。なんか、ね、その75、150して分かったんですけど、はい、結局上場企業なんですよ。あ、上場企業なんですね。そう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 、まあ、某日本最大の媒体でとか、はい、あ、それで言うと、はい、あ、これですね、こいつらとか、はい、こいつらとかこいつらって2桁人数以上送ってるんですよ全部。へえ、そうなんですね。そう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 、めちゃくちゃ大手ですね。そう、でかいとこって部署ごとに人入れてくれるから自分の財布痛くもかゆくもないから、はい、どん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 依頼来るんですよ流れができたら。それにちょっと引き継いでから2ヶ月目に気づいて、へえ、いろんなパッケージ作ってますね。うーん、その部署ごとに刺さるチームをなんか蘇生するみたいなのを僕らでまとめてセットで出したりとか、ちょっと週末動ける人間を作ってそれを週末営業パッケージみたいな感じして確かに土日ね稼働してくれるってね、そうそうそう、なかなか正社員だと難しいですもんね。そう、ニーズめっちゃあるんで。フリーランスっていわゆるその転職市場は人が足りなくて、人さえ当てたらみんな欲しいから決まるじゃないですか、はい、フリーランスは人が余ってるから案件が足りてないじゃないですか、はい、要は彼としては全然余裕で食えてるけれども、稼働が 60% ぐらいであと 40% は働きたいからなんか月々60時間で自分の能力を生かせるところないかみたいな。それは売れてる人です、はい、でも実態としては多分そのさっきの15万人とか言ったら正直多分上位の 10% ぐらいなんですよ。ちゃんと仕事回ってんの、はい、他は仕事実際回せないんで、はい、これ多分母数で測ったことないか分かんないですけど、はいはい、おそらくそうだと思ってて、そうすると結局彼らにもっと食べれるようにしてあげたいなっていうのがあって、はい、パッケージ化していろんな人をチームにして出してあげる、はい、で値段も安いとこからってやらないと多分人が広がらないと、あと下の人たちのレイヤー そのいわゆるその能力を上げてあげないといけないんで、そこをいろいろ学校とかスキルとかやってますけど、そういうのと両軸でしょうね。めちゃくちゃイメージ湧きました、うん、はい、それがなかった。だからこそ記者のもう、手数料単価も抑えて、であとはたくさん取りたいみたいなところにうまく、対応することによってガバッとリアが取れてる。公明正大にだから人に関することそんな A 社 B 社 C 社ってぶっちゃけ損傷ないじゃないですか、はい、でそこに対して手数料安かったら本人たちによりお金が落ちるし、人数が多ければマニアックな要望に応えれるじゃないですか、はい、っていうところにこだわってるのと、まあ、あとあれですね、まあ、ちょっとある人のアドバイスで決まったら見極め の調査して、はい、で、まあ、見極めの結果をもとにこういうマネジメントしたらいいですよっていう推奨と、こういうマネジメントしたら失敗するかもしれませんよっていうのをレジュメでつけて出します。めちゃくちゃいいですね。これいいでしょ、はいはい、そしたら受け入れ側もあこの人は丸っぽ簡単に任せたらいい人だとか、はい、詳細のディテールをちゃんと指導した方が伸びる人だとか分かって受け入れる、はい、うん、あとマネジメントの、ね、取扱説明書的なものがついてくるってことなんですね。そうそう、それやりだしてます。すごいっすね。そう、僕も逆によく人を取る方なんで、取った時に実はちょっと僕らがやろうとしてたこととちょっとマネジメントされる側のその人の やられたいその指向性が違ったとかよくあるじゃないですか、はい、だからそれはちょっと嫌なんで今やってますね。はい、はい、で今回デジパラについてもなんかビジオタの視聴者向けに何か特別特典ですよね、はい、前一回なんかこう20時間無料とかやったの覚えてます。覚えてます。あれ結局あんまり良くなかったんですよ。なぜかって20時間じゃ分かんないから、はい、でも100時間無料ってちょっとそれ持ち出しでかいから。そうですね、ちょっと悩んでて、ここに関して言うと今例えば商談単価4万円ぐらいで外部のパートナーに今出してるんですよ、はい、それを商談単価、倍の8万とかでもし営業支援とかする会社とかあるんだったらご連絡いただいたら出してもいいですよっていうぐらいかな。通常だと4万で出して1アポイント4万円で依頼してるところを倍の8万円、倍の8万円依頼するんで、手伝ってくれる会社募集、1商談 8万で出してもいいですよってで手伝ってくれるとこ募集っていうのを今思いつきました。いや、さすがです。勝手に言っちゃいました今怒られそう倍とかってまあ行きますそれで、はい、あ、凄まじいです。要はもう、候補者のデータベースはむちゃくちゃあって AI エージェントもあるんで、とにかく、フリーランスで、様々な、職種を採用したいっていうような、会社さんの、アポイントを取ってくれるような支援会社を求むと。
求むし、まあ多分営業の支援会社とかだったらその専門性があるけど取れないって悩んでるような会社とか、まあそもそもその会社不人気だから転職なかなかしてこないから、雑務の事務とか、例えば 業務委託でもいいからとりあえず手が足りないみたいなところの会社っていっぱいあると思うんですよ、はい、そういうところに接点がある一生懸命動いてくれるパートナーを求むってことですね。わかりました、はい、ありがとうございます、はいはい、なので、まず、デズパラ興味ありますみたいな方に関しては、こちら、概要欄の、ところに、お問い合わせ先や、鈴木社長の SNS の、問い合わせ先記載しておりますので、とにかくもう今事業は絶好調で伸びてるんですけれども、さまざまな、各ポジションで、人が足りてないみたいな、ところまた、マーケティング領域であったりセールス領域であったりやっぱり、普通に採用するともう年収めちゃくちゃ高くなるみたいな、ゾーンの人、まあ、例えばウィリゲートでいくと M&A 経験があるマーケターみたいなところでなかなかその領域に M&A 領域に詳しいマーケターとかいないんですけれども、そういった人も正社員に取るのは難しいんですけれども、フリーランスのデータベースが大量にあると見つかったりしますので、そういったところでぜひお問い合わせいただけたらというふうに思っております。一言だけいいですか。人の採用と人の育成に激しく燃えている経営者と話したいです。なぜかというと人の採用って結局、その正社員でやるかフリーランスでやるか、はい、人の育成ってさっきのトップ営業のアレクやから、はい、結局同じなんですよ、はい、だ採用と育成に激しく燃えてる、まあ、まさに吉岡さんみたいな人、はい、人からの、はい、あの話したいです、はい、という人からの問い合わせを激しく待っていますというところです、はいはい、また特別特典においてもですね、デジパラ の、はい、企業側のアポ獲得のご支援をしてくれる企業さんがいたら、はい、アポイント設定単価通常4万円のところを8万円にしてくださるというところなので、はい、ぜひビコーラのところからお問い合わせいただけたらというふうに思っております、はい、現場に怒られると思います。いや、助かります、はいはい、じゃあ今日、鈴木さんもお話あっという間だったんですけれども、まあ、最後、まあ、デジパラ、まあ、トップ営業なれる君も含めて、まあ、視聴者の方にこうメッセージがあればよろしくお願いいたします。一つにその現場だけの人が多い、その懇親会みたいなの行ったんですよ、はい、ほとんど疲弊して、はい、なんか視聴者に限らずですけど、やっぱこうターゲットがの方がその営業活動もそうだし、そういうのもそうですけど、ある程度その絞られたところに行った方が疲れないよという完全に自分の感想なんですけど、バカみたいな話なんですけど、しかも昨日バスに乗ったんですけど、はい、都営バス俺5回ぐらいしか乗ったことなくて、はい、六本木から新宿に行く都営バスは意外と便利だな、はい、以上みたいな。ボスマジで便利ですよ、めっちゃ便利、視聴者の方でも何でもないですけど、感想以上終わり。いいですか、こんな緩いので、はい、ありがとうございます、はい、締めが悪いようですが以上です、はいはい、でも、やっぱりコミクスさんやっぱ AI 活用むちゃくちゃ、進んでらっしゃるなっていうふうには思ったので、ぜひ、まあ、何はともあれトップ営業なれる君もまあ、デジパラの AI エージェントも体感いただきたいなというふうに思っておりますので、はい、ぜひサービス導入してみてくださいというところですね。食わず嫌いはダメなんで、ちゃんとバスも乗ってみましょうっていうことですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、貴重なお時間、鈴木さんありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画についていいねや感想をコメント欄にてお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。また X や Facebook で投稿してくださった方には、私もいいねやリツイートなどリアクションさせていただきます。ビジネスオタクチャンネル、今スポンサー出演者を大募集しております。 B2B で認知を広げたい、お問い合わせにつなげたい方はぜひ出演の検討のほどよろしくお願いします。興味がある方は私の SNS までご連絡ください。